ロカマドゥールは、フランス、奥下にー地域圏、ロット圏のコミューン。街の入り口である、一軸門巡礼者の階段口、ケルシー地方の中心にあり、アルズー川の深い谷を見下ろす強烈な150メートルの崖に沿って建物が並ぶ。この聖母、マリアの町は、中世以降黒い聖母と、聖アマドゥールの墓を崇める、有名無名の人々が訪れる12世紀以来の、 有名な巡礼地である。ロカマドゥールは、信仰の取り出として、フランス有数の地であり、モン・サン・ミシェル、カルカソンヌのして、エッフェル島、ベルサイユ宮殿に次いで、年間150万人が訪れる。曲がりくねった道が続く、中世の街は、一連の要塞化された門によって、守られている。巡礼者が膝をついて登る階段は、聖域、サン・ソビールのバシリカ。 聖アマドゥールの納骨堂、聖人の名をいただく礼拝堂へ向かう。十字架の道行き坂は、エルサレム十字、そして展望台の上に築かれた斜塔へ向かう。ロカマドゥールはロット県の小さな村である。ペリゴール及びドルドーニュ川に近い。ロカマドゥールはコースドケルシー地域県自然公園の真ん中にある。レサンクチエアーズ、ガストン・バザルグによると、ロカマドゥールの名は、 廊下メジャーという中世の綴りが由来である。廊下は岩の避難所であり、メジャーはその重要性を物語る。この地名は聖アマドゥールの発見によって1166年以降キリスト教家された。エドモンアルブの個別研究によると、1473年にこの地は聖アマドゥールの岩と命名された。1618年、カオール教区の地図上では、 ロック魔道という名が現れる。1166年、聖アマドゥールの遷遺物が発見された。腐敗せず完全に保存された状態の亡骸は、奇跡の礼拝堂の正面にある聖母、マリアの聖域の中心に埋葬された。聖アマドゥールの亡骸は、途中から出され、巡礼者の前に出された。聖人の亡骸は、ユグノを戦争中に火に投じられ、現在は、 コッペンだけとなり聖アマドゥールの納骨堂で展示されている。ロカマドゥールを見下ろすオスピタレ集落はもともとはラテン語でハースピタリスと言い,い小さなセリオ書を意味するエスピタレットという言葉から来ている。この場所は1 9 9 5年に貴婦人エレーヌ・ドカステルノーによって作られた。リナール洞窟、ロカマドゥールとその多くの洞窟はすでに ケルシーにあるメルベイの洞窟の図面のように、旧石器時代の人々の隠れ家となっていた。ディナールの洞窟とその入り口は、聖堂時代には、地下墓地であり、生息地であった。遺構は、カブレレ博物館やロカマドゥールのタウンホールのロビーで展示されている。鉄器時代、ガリア系のカルドゥル氏族がドイツから達した。紀元前8世紀、彼らは、鉄製の武器を用いて、 現在のロット県にあたる地域を植民地化した。クーズー近くのサルベット谷では工事中に村の遺跡が発見されている。トゥルヌフイユの下流、アルズー、川谷の崖の上に腰掛けるようにオッピドゥムがあった。このオッピドゥムはガリア戦争中にローマ軍と戦ったガリア人の闘争とつながりがある。細い通りを挟んで住宅がひしめくマルベックモンと メヌキドーリサンソブール協会19世紀に修復されたシャトー中世からロカマドゥールの村は三つの階層に分かれていた。これらは社会の三つの集団を反映している。騎士は最上階に住み、聖職者たちは中間層に川のほとりに労働者が住まわされた。希少な文書の中で1105年に崖の上の退避書に 小さな礼拝堂が築かれたことに言及されている。その場所は、ルピス・アマトリスといい、チュールのベネディクト会派修道院である、サン・マルタン修道院と、マルシラックのサン・ピエール修道院との境界となっていた。1112年、チュールの修道院長、エブルド・トゥレンヌは、ロカマドゥールに移り住んだ。1119年、ラ・マルシュ・ハクウードによって、最初の寄進が行われた。 1148年、最初の奇跡が報告された。聖母マリアへの巡礼は、人の群れとなった。聖母マリアの彫像は12世紀のものである。1152年に、院長、ジェローデスコライユは、旅行者からの寄進を元手に、宗教的建造物を建てた。作業は12世紀後半に終了した。聖書の修道士によって書かれた奇跡の書が証拠であり。 巡礼者たちを大勢受け入れ、ロカマドゥールはすでにヨーロッパの評価を得ていた。1159年、イングランド王ヘンリー2世と王妃アリエノールダキテーヌは、ロカマドゥールを訪れ自らの地位を聖望に感謝している。1166年に住人の埋葬を行っていた人々は、聖アマドゥールとして伝わる、そのままの様子の完全な状態の意外を発見した。ロカマドゥールの人々は、 街の名の元となった聖人を見つけたと信じた。聖アマドゥールに関しては少なくとも4つの物語が、半ば伝説として、イエス・キリストに近かった人物と伝えている。1211年、アルビジョは十字軍さなかの教皇庁施設、アルノーア・アマルリックは、ロカマドゥールで冬を過ごすことになった。また、1291年、教皇ニコラウス4世はこの地を訪れた人々に、大使、 一年で三度の植油場を発行した。13世紀終わりには、ロカマドゥールの輝きと建物の完成はピークに達した。城は三本の塔、広い堀、大勢の見張り番によって守られていた。1317年、修道士たちがロカマドゥールを去った。この地は、その後、司教によって任命された、司教座聖堂参事会によって運営されるようになった。十四世紀。 気候変動、飢饉、国死病のような薬病がヨーロッパを襲った。1427年、再建が始まったが、もはや金融資源も人的資源もなかった。巨大な岩に押しつぶされてしまった、ノートルダム礼拝堂の再建は、1479年に、チュール市教徒にドバルによって行われた。その後、ユグノー戦争中の1572年、 心境側の傭兵たちがこの地域を通過した際に宗教建築と聖人の遺物の破壊が引き起こされた。1563年にピウス4世へ出された聖願書において司教座聖堂三次会の聖職者は損傷についてこう記している。何という痛みでありましょう。彼らは大暴れしたのです。彼らは信仰のために必要であったすべてのものに火をつけ、彫像や絵画、 金、装飾品や宝石を略奪したのです。聖アマドゥールの亡骸を含む生物が冒涜され破壊された。目撃者によれば、心境側の隊長、ジャン・ベソニアは、カジ屋ヤのハンマーで壊しながらこう言った。お前たちが燃やしたがらないから、俺が壊してやるのだ。隊長、ベソニアとデュラスは、コンデコウの軍に支持され、12世紀以来の聖母の宝物からなる。 合計2万リーブルもの資産を引き出したのである。フランス革命の際、ロカマドゥールは再度略奪の対象となった。19世紀初頭ロカマドゥールの聖域はかなり荒廃していた。大階段には草木がはびこり、ほとんどの商人はこの地を去った。3つの聖書、サンソブール教会、サンタマドゥール教会、ノートルダム礼拝堂が日々の号を行っていた。 サンミシェル礼拝堂とサンブレーズ礼拝堂の状態が悪く、サンタンヌ礼拝堂とサンジャンバティスト礼拝堂は廃墟となっていた。サンソブール教会の屋根は修復を必要とする状態で、南側に面した外壁は塩害に降り積もった瓦礫の圧力で30センチメートルほど張り出していた。百三十一年に考古学者ジャック・アントワーヌ・ゼルポンはあらゆる点が この有名な礼拝堂はもう長くはないと告げていると記している。歴史文化財保存の政治的な試みはフランスで始まった。1830年4月13日、ロット県知事ボームは内務大臣に宛てて緊急援助を要請する手紙を書いた。海洋修道委員長によって1822年に工事費用の見積もりがなされ、目標は8500フランであった。 この手紙に返事はなかった。文化財のリストはロット県により作成され、そこにはロカマドゥールの礼拝堂は優先して掲載されていた。しかし、訴訟によって台無しになり、資金は国、またはロカマドゥールの自治体から付与されていなかった。1855年初頭、カオール市教ジャンジャック・バルドは、資金調達のため規模の大きな宝くじを始めるアイデアを持っていた。 内務省は宝くじの条件として事業計画と工事のモットーを犯した。県に委託された建築家が文書を作成し、予見可能な収益額は318,819、71フランであると評価した。抽選は3回行われた。1856年12月15日、1857年7月30日。 1857年12月31日である、60万枚のくじが1枚1フランで発行された。しかし宝くじの収益は、事業に必要な合計額の1、4である84、84624、63フランと報告された。カトリック教会の主催であり、モントーバン氏教座の建築家でもあった、ジャンバティスト・シェルバは、 1858年に始まった事業の指揮を取るようバルド氏に任命された。公的資金がなく事業の遅延を避けるため、司教は歴史文化財委員会に対して事業について指示を仰ぐことを断った。事業には宗教建築の集まるしてと社頭がすべて含まれた。神父、シェルバは建設の過程で多くの困難に直面した。 1872年夏の終わり、大規模修復事業が完了した。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カシニー、2004年以降、INSEE ロカマドゥールの聖母ロカマドゥールのデュランダル巡礼の最終段階は、自らの膝をついて、聖なる指定へ至る216段の階段を上がる、ことである。頂上にたどり着いた後聖域の内部に達し、 巡礼者たちが常に様々なオブジェを奉納してきたのを目にする。最もよく知られているのは、罪人が自らに巻き付けられていた鎖から解放された後、鎖を奉納したことになぞらえ、鉄を奉納することである。また、19世紀から20世紀には救出された、船乗りが感謝の意を表し大理席に彫られた彫像を奉納したりした。巡礼者を表す気象はスポルテルである。 聖アマドゥールの亡骸の刑事よりも、はるかに多く、奇跡をもたらしたのは、黒い聖母の風であろう。船乗りが海で救援を求める鐘を、チリンチリンと鳴らしたという奇跡の鐘の合図である。船乗りの業界でロカマドゥールの聖母に対する認識が、深まると、フィニステールやケベックにある数カ所の礼拝堂で、ロカマドゥールの聖母が数計を獲得するまでになった。教会はまた、 ロカマドゥールに向かい供養と生態の秘跡を受ける人々に対し永久的な職友情を与えることにして巡礼を奨励した。最も有名なのは規模の大きなパルドンで生態祭のサンジャンバティストの日に行われる。大パルドンの日に職友情が与えられおよそ3万人の群衆がロカマドゥールに集まった。巡礼と巡礼者の詳細に加え1172年以降に 記された写本、ロカマドゥールの聖母の奇跡の書は、中世の日常生活における多くの情報が記されている。中世の精神性における奇跡の意味として、医学の要素、スピリチュアルな要素、マリア競技、歴史的興味などが報告されている。上記のものには、ベアルン・ハクガストン5世の日であったアラゴン王女三茶に、課された試練などが含まれる。ロカマドゥールの聖母の奇跡の書には、 審判があり、歴史家、レジーヌ・ペルヌーの序文とジャンロ・カシェルによって注釈が付けられた。教会裁判所、そして時に民事裁判所もしばしば罪人にロカマドゥール巡礼を課した。それは大きな苦行だった。特に一旦語り派は神の母を憎んでいるとみなされていたからだ。しかし、巡礼が常に信仰厚い行動を行う目的でロカマドゥールにやってきたのではない。 領主や都市のコンシュルといった者たちは条約を締結したり検証に署名するなど重要な決定を下す際には聖母の保護下に自分の身を置くことを好んだ。ロカマドゥールはかつては全身が銀で覆われていたという黒い聖母をいただき聖母に対する非常に古い巡礼の歴史を持つ。黒い聖母はその後ルピュイの聖母やトゥールーズのドーラドの聖母のようにマントを着せられるようになる。 この聖母像は聖域のてっぺんにある礼拝堂の一つに収められている。他には一説によると大天使ミシェルによって運ばれたローランの剣、デュランダルもこの地にある。ヤギの生乳によって作られる小さなチーズ、ロカマドゥールは多く登録されている。ありがとうございます。